面白い場所で再会したもんだ。お茶会などであればなお良かったのですけど。あんただとすぐ分かったよ。存在自体と一体化した力。今ならその化け物ぶりが一層分かる。へえ、そういうお前さんはなんか妙なことになってやがるな。鬼の力、1年半前よりいい感じで混じっ。鬼神を呼ばれるのは様子を見た方が良いかと。下手をすれば彼をその気にさせてしまいます。ええ、重々承知です。高魔城の時も絡まれそうでしたから。おいおい、人のことを戦闘狂みたいに言うなよ。バルターや戦記の小娘よりはわきまえてるつもりだからな。どっちもどっちだと思うけど。灰のお兄さんは改めまして執行者ナンバー0道化師カンパネルラさ。沼地で現れた少年か。幻獣を出現させるだけじゃなくこの場所にも現れるとは。視察団の方々を狙うつもりか。実験のついでにちょっと挨拶に来ただけさ。お望みならこのタワーを丸焼きにすることもできるけど。って人任せかよ。実験ハーメルでも言ってたな。クルーが怖い顔しないでおくれよ。4年ぶりじゃないか。だってシャロンって呼ぶんだっけ。どちらでもお好きなように。4年前あなたからの要請でサラ様を足止めした時以来ですね。そうそう、リベールでの復員計画、あれの一環で帝国のギルドを爆破して剣聖カシウスをおびき寄せたんだけど、最年少の永久だった紫殿には足止めを食らってもらったんだよね。里帰りしていたノーザンブリアでさ。その結果ギルドの立て直しで県政のリベールへの帰国も延期。見事教授の復員計画は第一段階をクリアしたってわけさ。ふん、レーベのやつから聞いたな。そんなことが。ええ、所詮私はその程度のもの。ラインフォルト家に害がなければ古巣の悪事を手伝うような外道です。ですがこのタワーにはイリーナ会長や他の方々がいます。あだなすつもりならば視線としてあなた方の前に立ちふさがりましょう。シャロさん。変わったね君も。木馬団から結社入りしたばかりの頃とは大違いだ。12年くらい前だったか。笑顔もサービスできない出来損ないの小娘でしたが、あの時軍門に下された借り、少しはお返しいたしましょう。何が目的かは知らないが、俺も同様に守るべき人々がいる。届かせてもらうぞ、強引に道化師。いいだろう。僕の出番はなさそうなんだけど。いた。追いつけたか。来るな、正真正銘の化け物だぞ。結社の執行者って、子供まで。そちらは知りませんが、あちらの彼は最悪ですね。どっちも生かした面構えじゃねえか。ええ、尋常ではなさそうですね。アッシュにミュゼまで。そっちはクロウサギだったか。せっかくだから僕が相手をさせてもらおうかな。やらせるか。おいおい小僧、よそ見してる余裕あんのか。一旦任せましょう。彼の戦闘力は私程度です。ですがこちらの彼は気を抜けば死あるのみですわ。7組総員、ミューゼにアッシュも2方向での迎撃行動を開始する。適宜オーダーも出す。視力を尽くして生き延びろ。はい承知。了解しました。お任せよ。言われるまでもね盛り上がってきたね。そんじゃちっとは楽しませてもらうぜ。お手並み拝見といこうかな。アークス、駆動、行くぞ。さてと、ブリューナク起動、照射、はい青き翼にはっえい僕の番だな。私の番ですね。アークス駆動させないそれ私の番ね。私の番です。アークス駆動それあいた。チャージします助かりました。はい、行きますね。青き翼のチャンスです。通常します。私の番ね。やあ、開いた。よし。なかなか楽しい子たちじゃない。だったらちょっと本気を出させてもらおうかな。やっそれ対極さてどこまで見せてくれる？